ユン・ドクヨ監督率いる韓国女子サッカー代表チームは13日午後10時45分、ヨルダンキング・アブドラニスタジアムで、ベトナムとアジアカップ B 組予選最終3次戦に臨む。これを前に、1から2次戦でそれぞれオーストラリアと日本を相手に 0-0 のスコアレスドローを記録した韓国は、ベスト4進出のためにはベトナムとの試合で大量得点での勝利が必要。さらに、日本対オーストラリアの結果も大きく影響する。現在、B 組の順位はオーストラリア-日本-韓国-ベトナムの順。オーストラリアは一次戦で韓国と 0-0 で引き分けた後、ベトナムに 8-0 で大勝ちした。日本はベトナムを 4-0 で下した後、韓国と 0-0 で引き分け。2チームともに1勝1分けで、得失点差が順位を決めている状態だ。なお、今大会は来年フランスで開催される国際サッカー連盟女子ワールドカップアジア地域予選を兼ねている。ワールドカップ出場チケットは上位5チームに与えられるため、ベスト4トーナメントに進出する組2位までに入れば、自動的にワールドカップ出場権が与えられ、各組3位のチームは最終的な進出をかけた 5-6 位決定戦に進む。